独身男の話を書かせてもらう。昨日映画を見に行ったんだ。ちょいと早く着きすぎて、上映の30分前に券売機で発見したら、小さな男の子が、まあ、と泣きながら、よちよちかけていたのさ。俺は、その子のそばに寄って、お母さんは?などと声をかけたが、泣いて答えず。周りに親らしき人もいない。俺は、誘拐犯扱いも覚悟の上で、男の子を抱き上げて、数メートル先の受付に、この子、迷子みたいです。と声をかけたのさ。受付の人は、すぐに対応してくれた。上には書かなかったが、映画館は商業施設内のもので、映画館の上の人、商業施設のインフォメーションに連絡が行った。その間も、俺は男の子に、ママ、すぐに来るからね。僕お名前は?などと声をかけ続けた。男の子は、しばらくすると泣き止んで、館内モニターの予告映像に見入ったので、俺は、それに対してコメントしながら、時間を潰した。数分後、施設の受付嬢が、男の子を預かりに来たが、男の子は、俺のシャツを強く握っていたので、話し合って、時間の許す限り、このまま待とうとなった。そこからさらに数分後、施設の受付に、父親から連絡があり、4歳くらいの女の子を連れた男性が、男の子を引き取りに来た。男の子は、ケロッとした様子で、俺から、父親の腕の中へ移った。父親からは、何度も頭を下げられたが、上映時間も迫っていたので、適当に切り上げた。で、翌日である今日。俺は、腕が筋肉痛になっている。20分かそこら、2歳の男の子を抱っこしてだ。男の子が迷子になった経緯とかは置いておいて、親って偉大だなと思ったよ。彼らは、それこそ、3000グラムくらいの頃からの慣れもあるのだろうが、それだってすごい。親なら目を離すなとか、そういうことも、頭に浮かびそうなものだが、この腕の痛みからは、世の中のお父さん、お母さんの苦労の一端が読み取れたよ。朝っぱらから長々と失礼しました。